ヤエムグラ族は、アカネカに属する611族のうちのアカネアカノ族の一つ。双本で、一年草、越年草または多年草になる。茎は直立、斜上子、または鶴生になり、四両がある。葉は節ごとに耐性する本来の二個の葉と、二から八個からなる葉と同型の卓葉からなり、四個、多数個の葉が隣生しているように見える。花女は、 三周過剰になり、茎先や溶液につけて、普通多数の花をつけるが、時に一、数個のものや枝が多く分子して、塩水状となるものもある。額は、象形となり、額列編は、ほとんどない。果敢は普通肺型で、稀にロート型か強小形になり、普通4列するが稀に三列し、蕾時には、敷石状になる。脂肪は二室あり、各室に1個の肺種がある。 花中は、先が短く二列する。湧髄は、普通4個まに3個あり、普通花間の基部に付着する。果実は乾いた2個の文化からなり、文化の表面は、無毛で平滑なもの、天井突起がありザラザラしたもの、先が梁状に曲がった長い毛が密生するものがあり、様々である。世界に約400種あり、日本には21種分布し、数種の喫化種が確認されている。 俗名、ゲイリウムはギリシャ語で、ギリシャ語名がリアンからとたれた。ガーラとは、父の意味で、牛乳を凝固させチーズを作る際に、本族の瓦松葉を使用したことから付けられた。和名、学名はイリストから、特に記載のないものは他年草。ありがとうございます。